て上に羽織ってしまったよね。ヤッホー、こんばんは。残り30分ぐらいですが、北海道寒いすぎる。北海道帰ってきた。みんなも帰ってこれたかしら。まだいる人いるのかな。こんばんは、こんばんは。ヤッホー、昨日楽しかったよね。めっちゃ楽しかった、ね、雪見れなかったんだよね。そうタイミング的にね、もうね中にいて雪が降ってるよってファンの皆さんが言ってて、見たかったけどちょうど見れなかった。雪降ってる時にラーメン食べてた。紅葉見てきた。いいじゃん。何、え、雪回収してた。嘘、ほんま。いつだ、いつだろう。ほんま、こんばんは。寒い、なんか東京の方が寒い気がする。なんだよ、風かな、風が吹いてるかかな。ニット帽、ニット帽はあれウィゴーで買った。ウィゴー、こんばんは。本日はお越しいただきましてありがとうございます。 お邪魔させていただきました。本日はニアリーイコールジョイさんのホールツアーの方にお邪魔させていただいたわ。ヒーターつけようと。幕張がさすごいことになってるって、昨日のえみーちゃんですごい駅の写真がめっちゃツイッターとか流れてきて、今日もね混んでた。ちょっと先に出たんだけど電車とかね結構混んでて。こんばんは。初恋シンデレラさ見れなかったんだよね、悲しい。回収できなかった。初恋シンデレラ最初にさやってたじゃん、最初と最後ね初恋シンデレラやってて、まあ、タイミング的にねちょっと途中から入ったので初恋シンデレラ見れずで、途中で帰ったので初恋シンデレラ見れず。いつか絶対ね初恋シンデレラ見たいと思います。こんばんは、こんばんは。悔やまれる、残念すぎる。本当に祝祭、そう祝祭ね今回のツアーでずっとやってくれてるみたいで、なんかワンコーラスワンハーフかなって思ったらまさかのフルコーラスだったんですよ。びっくり、フルコーラスですよ。てか2番の振り付け、あの久しぶりに見て、あ2番の振り付けだってなった。2番の振り付け、私たちいつからやってないだろう、あのフルコーラス分かんないけど、しばらくライブやってないのでフルコーラスは、なのでちょっと新鮮な気持ちでした。めっちゃ嬉しかったです。ツアーの何、ツアーの度に祝祭にキレが出てきてた、すごい。めっちゃすごかった、かっこよかった。アンコール煽ってる時村山 T シャツ絶対に見られた気がする、見たかも。こんばんは、すごいねみんな元気でやった、元気だった。元気ですごかった。嬉しかったです見れて。最近好きになったから生で祝祭見たことないから、いつかフルで見たいね。私もまたやりたい。髪の色はめっちゃロックな感じで素敵だね。めっちゃおもろい、めっちゃロックな感じで素敵だね。ありがとね、色が抜けてるだけなんだ。色が抜けてるんだ、染めてないの。あ、山桃からストーリーに返信が来た、通知来た。ストーリー
人に返信だから私しか見れない。山桃が返信くれたよ、みんな嬉しい、ありがとね、ごめんね、もらっちゃってやった、めっちゃ可愛かった、ピーチティーとピーチパイ初めてさ生で見れて、めっちゃね、めっちゃ可愛かった、めちゃめちゃ可愛かった。あのももちゃん落ちサビ頑張って言ってた、みんなわすごい帰宅間に合った、おかえり、よかった帰れて無事、まさか花ちゃんいると思わんかった、いましたしかも北海道の時にマネージャーさんにジョイちゃんのライブ見に行きたいですって言って見に行けたみんなライブ見てイコラブのライブ早ってやってるね、私もライブ見て早くツアーやりたいなって思いました。そうエクステオフ中ジャージ、この間北海道の前に買ったジャージでさ、北海道の前にあの暖かいリハギがなさすぎてリハギを買いに行ったってモーメントに書いたら、花ちゃんって遠征の前になんかいつも買い漁ってるねみたいなってコメント来て、確かに確かにってなって恥ずかしかった、買い漁ってる、買い漁ってるのも報告してるしね、みんなに買ってきたって、確かにいつもめっちゃ買ってる、どっか行くたびにあイエーイ、ペン、あそうペンライト、ペンライトねゲットした、嬉しい、ジョイちゃんのペンライト持てなかったからねゲットしました、ありがとう。北海道めっちゃ楽しかった、めっちゃ満喫した、私北海道めっちゃ好きなんだよね、食べ物が美味しいからね北海道楽しすぎた、エスコンめっちゃ綺麗だったよ、すごい広かった、 SNS 当たった楽しみ、嬉しい、はなちゃんに気づいてもああいう時って気づかないふりした方がいいの、いいよ何でも好きにして昼入ってからはなちゃんとあすれ違いだった、猫耳ニット帽ウィゴデリー、メンバーみんなアウター買わなきゃって言って、そうアウターもね、なんか白いモコモコの買おうと思ったんだけどなんかピンとこなくて一旦やめた、また悩もうと思うね、北海道行きたかったって、昨日最前だったの、なんかアリーナが抽選だったみたいでね、びっくり、ちょ当日入って抽選ってことでしょ、あんちゃんの撮った花ちゃん最高、そうあんながね最近カメラ買ってカメラでよく写真撮ってんだけど、あのね撮ってくれてね、昨日撮ってくれて、昨日の夜に送られてきて写真が、えめっちゃ可愛いびっくり、チュルンチュルン、彼氏と喧嘩して泣きそうです、どうしたの、どうしたの、喧嘩したの、仲直りできますようにシュクリーム買おうね、めっちゃアナログな方法の抽選だった、そうなんだ、なんかみんな紙持ってたもんね、最高すぎて全私が泣いた、チュルンチュルンでびっくり、えめっちゃチュルンチュルンだ、嬉しかった、うん、仲直りシュークリーム、パソコンの壁紙にします、
アンカメラに映っていただいて恐縮で、いえいえ撮っていただいて恐縮です。配信見るか課題やるかどっちもやる。クリスマス何するの、何しよう、クリスマス何する。お寿司美味しかった。お寿司ねめっちゃ美味しかった。なんか花丸っていう有名なお寿司屋さんがすごいいっぱいあるんだけど、それ前から行ってみたくて今回初めてね花丸行けた。前はねなんか勝一銭みたいな、そんなニュアンスの名前のとこ行った、去年かな。お母だおっと、こんなところに天使が、おっと、ちょっとボサボサで進まない。青色のさ、青色紺色のさジャージ買ったらさ、なんか学生みたい髪色今さめちゃ明るいからさ、ヤンキーなんだけど、ここにこういうヤンキーいるよねあ、スタッフさんが座席、あ、スタッフさんが引いてくれるんだ。しかもそうなんだ、手動でね渡されたんだ。ラーメンとお寿司食べた、あ、同じじゃん。お話できなくて寂しいから、お話し会の余韻にまだまだ浸りたいと思う。嬉しい、浸ってくれるの。生写真眺めたところに土来た。生ノースマン食べた今日のね朝ね食べてよ、めっちゃ美味しかった。ノースマンやばいなんかみんながすごいノースマンおすすめだよって、小豆好きなら言ってくれて、でそんで昨日の朝っていうか入り時間が結構遅かったから朝ね結構時間があったの。そんで駅の方、札幌駅のデパート大丸っていうデパートに一人で行って、デパ地下違うの、なんかソフトクリームが、きのとやのソフトクリームが美味しいってめっちゃ見て、でファンの方とかもめっちゃ食べてたから、え食べたいと思ってきのとやを探して、そしたらその大丸のデパ地下にあるって書いてあったから行ったの。でもそこのきのとやはソフトクリーム売ってなくて、普通になんかお菓子だけだったから諦めた。そんでノースマンも美味しいって言ったから、あってちょうど並んだめっちゃ並んでた。てかさ、ニットの上にジャージ着てんの、そうです、寒すぎてねちょっと着ちゃったよね。全然着なくてもいいんだけどね、ちょっとねよりねダサさをね、ダサさ倍増しちゃってるよね同じみのこのオレンジ色のニットベンチで USA 踊り狂ってた。 USA 楽しすぎてやばかった。頭が変だったあの瞬間すっごいねハイテンションしちゃった。ハイテンションに USA 踊った。花丸今日お昼給食組待ち、やばい、めっちゃ並んでる。なんかね、回らないお寿司と回るお寿司なんかいっぱいあるみたい。花丸シリーズ、会いたさが爆発してる。ここにねこういうジャージでね、ラーメン食べた、滑り込みラーメン。十勝の方行ってみたい。北海道広すぎだよね。私ノシャップ水族館に行きたいんだけどさ、ノシャップ水族館調べたらさ北海道の頂点にあって、ちょっと時間がないかも、行けないよってだった。何ステージ上でキラキラで笑顔のスターちゃん、すっごい可愛かったです。ママが沼ってます。嬉しい、ありがとう、見てくれて。ノースマ並んだ帰ってよかったね、ありがとうね。食べる？ノースマ、今日の朝みんなで勝一戦行ってきたよ。美味しかった。直筆の生写真当たったことない、本当いっぱい書いてるよこんばんは。ノースマン、生ノースマンは小豆と
生クリームが入ってて、普通のモースマンは、普通のモースマンは小豆だけ。キノタヤ美味しいんだ。チーズケーキデパ地下すごすぎて、なんか何買っていいか分かんなかった。いっぱいありすぎて、でみんながあの私がお土産おすすめの何ですかって聞いたら、いっぱい送ってくれてたのを見て、見ながら悩んだ。大丸のノースマンは並ぶんだ。特に並ぶとこなんだ。ひとみちゃんが前言ってた。そうなんだ。絶対ね食べた方がいいって言ってた。ハローキティ店、花ちゃんコーデで行くことにしたよ。本当？赤ニット。北海道行きたくなっちゃう。美味しかった？花ちゃんのファンの人にイクラブのマンに引き込まれました。SSA 楽しみすごい。ありがとう。ジャガポックルしか勝たん。わかる。ジャガポックル今日ね、あのジョイちゃんに持っていきました。空港で食べられるんだ、ソフトクリーム。昨日とやの。受験つらい。頑張れ。家でも麺から。せやねん。家でも麺からやで。USA 楽しそうだった。みんな、めっちゃお茶しててやばかった。キレが、キレがガチだった。めっちゃ楽しかった。嬉しかった。最後にみんなさんでやりましょうかみたいな、イエスイってなってすごい嬉しすぎた。何しょんぼりしてた。どうしたどうした。はなちゃんとはなちゃんが楽しんでた。オオカミスープ美味しかったね。前行ったところだ。イコーラブのライブまだ行ったことないから行ってみたいよね。おいで。水族館部また行きたい。北海道、北海道の中でも距離感やばい。ノシャップ寒流水族館は遠い。遠すぎる。頂点、本当に頂点すぎる。北海道かえ、かれ、か、北海道か、帰ってきた。おかえり、おかえり。大通りにも水族館できた。すごい。あとなんかアザラシが、あのアザラシの滑り台がある水族館、なんか行ってる人いた。アザラシの滑り台がある水族館。あのアザラシの滑り台があるって3回も同じこと言っちゃった。いいな、行きたかった。はなちゃんと初めましてできて嬉しかった。ありがとう。おやすみ。今何時？エスコンは瀬戸以外からこんなにバリエーションありますよ。でよかった。そういろいろね、昨日はね結構いろんな曲やった。スノーボールも美味しい。何？え？今日はなちゃんの横にいたお姉さん本人乗せてないから伏せとくの服もこもこ暖かそうだったよね。今日はなちゃんの横にいたお姉さんとあの寿司食べたんで一緒に。その時に一緒にジョイちゃんのライブ見に行こうよってなって、はなちゃんの横にいたお姉さんと今日はジョイちゃんのライブを見に行きました。と農学校のアイス美味しいでしょ。そう、農学校のアイスはなんか札幌のなんかどさんこプラザみたいなところの中にあって、一人で喜んで買った。美味しかった。あ、空港はあんま並んでないんだ。へえ、そうなんや。アンバタさん、アンバタさんね買わなかったんだよね。前買ったんだよね、アンバタさん。なんか今回はあんまり買ったことないのを買ってみたいっていう気持ちで、あの買ったことないのを買いました。あ、現場でお磨きしました。こんにちは、ペコリ。楽しかったね。いやあ、2日間すごい楽しかったです。めっちゃ楽しかったな。あ、小樽水族館？小樽水族館だ。アザラシの話になったら声でかくなるの笑う。アザラシ好きすぎやろ。23時47分。行きたい。
ファイターズのマスコットの青いクマ、花ちゃん好きそうだなと思った。あ、なんかロゴのとこにいた青いクマ。あとなんかキツネのキャラ、キツネなんだあれは、踊ってた、絶対アイドルやめないで踊ってたキャラちゃんが、とマイカのタオル持ってたキャラが、へえ、うん、そう作りましょうだった。同じとこでアイス食べた？ほら一緒やん。私2日間家から一歩も出てない、ほんま家から出てなかった。旭山動物園も、あ、行きたい。急所飯ではね食べなかった、お弁当がね出た。 F タン、 F タン、クマさん、ほえ F タンで、ポリー踊ってた、踊ってたのはポリーってんだ。そうなんだ、すごい、めっちゃ怖いこと。あと10分しかない、タワーすごい、なんか思いのほかタワーがいっぱい立ってる。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、思いのほかタワーがいっぱい立ってる。誰だ、3、4個ぐらい立ってるね。F タントレイン、花ちゃんので、絶対可愛い、あのすごいいいな、乗ってみたい。上にいるスライム、スライム、日野さん、ガラヤ、ヨシで合ってますか。顔がさ乾燥しすぎてやばい、ガサガサ、なんかニキビのニキビの顔乾燥させて治すみたいな薬があるんだけど、それを塗りたくってたらなんか顔が乾燥しててやばい。何時に寝るの？何時に寝よう？何時に寝ればいい？何時に寝、知らんがな、知らんがな案件だね、知らないよ、勝手に寝てくださいって言われちゃう。はなちゃん頑張る、はなちゃん頑張るよ。明日は何時に寝るの？何時に、明日は何時、知らない、明日は何時に寝るか知らない。明日から仕事頑張るよ、そうだよ、明日からまた月曜日だよ、みんな頑張ろうね、頑張ってね。何？いやだ、仕事行きたくない、わかる、なんかね大変だよね、なんかさ私も北海道楽しみにして生きてたからさ、なんか急に終わっちゃってさ、なんか悲しい、悲しかった、急に終わって。なんかもっといたいし、もっとみんなと会いたいって思った。はい、スライム、スライム、ありがとう、えい、見てる、ありがとうね、てってりん、 Thank you、 そうだよ、ありがとうね。ありがとうね、えい、ありがとう、ちょうど花ちゃんの今の長さの花ちゃんかけた、はい。次ガラヤ、ガラヤありがとう、ね、うさぎありがとうね、ね、ね、SSA に向けて背番号87番のユニフォームを作ってよ、おろやったー、完璧やね、準備バッチリだ。ありがとう、オッケー、次ひのさん、ひのさんありがとう、ラブ、イエーイ、
てるかな。見てる？今何時だろう。今何時？皆さん見てるかな。5時半だって。見てないかな。いなくなった。タワー投げていなくなったかな。見てる？見てないかも。いた。花ちゃん追いかけて出かけた。北海道本当に楽しかった。またどこかに連れて行ってね。任せな。連れて行くぜ。ありがとう。楽しんでくれてよかった。ありがとね。よしよし、ありがとう。よしくん見てる？見てるかい？ひよこ、かわいいこのアバター。ひよこさん、ありがとう。エスコン、お疲れ様。僕は明日から4日間北海道じゃなく仙台出張行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけて行くんやで。気をつけて行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。頑張って市長、ありがとう。ちゅ、オッケー。え、書いてた？なんか誰か読んでない人いる？熊さんタワー書いた。明日は江ノ島でお仕事。すごい。江ノ島でお仕事とか行ってみたいな。江ノ島でお仕事です。じゃああと5分頑張りましょう。ルルルンルン。いつもの時間、いつも時間タイミング合わなくて見れなかったから今日見れて嬉しい。イエイエイ。花の面からうちはたくさん使います。嬉しい。いつもの場所で仕事ね。頑張って。今日夜勤頑張った。 お疲れ様。アニメ主題歌もやろうね。そうなんですよ。もうすぐね生配信あるので楽しみにしてってください。うん、あ、イコナイズ全てのグループサンリオさんとコラボね。プリン、ポンポンプリンとコラボ発表されてた。よいしょ。それじゃあこの辺でお別れですか。今日は悲しいね。早いね。嫌かも、嫌かも、嫌かも。またやるね。コメントしてくれる？元気でね、元気でね、元気でいてね。寂しい。じゃあ終わりたくないと一緒。帰りたくなさすぎた。北海道から。え？配信も終わりたくないかも。今年最後、今年最後じゃない。配信はまだやるよ。おやすみ。大丈夫だよ。楽しみはいっぱいあるよ。会いたいかも。シマエナガ見てないな。いんのかな。おやすみ。はなちゃんの顔見えて嬉しい。配信しか楽しめない。好きかも。今日はオールしちゃう。すごい張り切ってる。おやすみ。配信ありがとう。明日学校頑張って。おやすみ。早く会ってみたいです。あお、いい夢見てね。おやすみ。おやすみ。配信嬉しい。今日は課題で寝れない。頑張って。おやすみ。俺は生きる。生きろ。餃子食べる。いいな。ストーリー更新した。いいじゃん。幸せ者だ。容易にできる。おやすみ。初めて夜も超えた。やった。1分でも長く感じたい。頑張って生きる。バイバイ。またね。おはよう。おはよう。しばらくやんない。寂しい。またやるよ。あと1分寂しい。初恋シンデレラ聞いて。おやすみ。はなはな。好きや。好きやで。イパオちゃん飲むよ。おやすみ。おやすみ。絶対会いたい。おやすみ。大好き。ねえ、ビッグラブ、レモンティー聞いて。好き。うん。暖かくしてね。おやすみ。元気でいてね。I love you。 お？またねー。早く寝よう。早く寝ような。
会いたい、ラブ。すぐ寝なそう、寝ないよすぐ寝ない、バレた、寝ないよね、こんな感じだとね、寝ないよね、寝るわけないよね。はい、また明日、おやすみなさーい、ありがとうねー。